はい、どうも、安井です。これ何かわかります？今ね、焼いてる最中なんですけど、なんとですよ、これ。なんと、まあ、餃子なんですけど、まあ、見たらわかるやろって、ね、思うんですけど、まあ、これ餃子焼いてます。大阪にあるね、人類みな麺類っていうね、ラーメン屋さんの餃子をね、今焼いてるんですけど、これね、お取り寄せできるんでね、もし、まあ、気になった方は、ぜひね、お取り寄せしてみてください。まあ、概要欄にも貼っとくんで。ここね、ラーメンもうまいですけど、餃子もすごく美味しいんでね。まあ、ぜひね、買って食べてみてください。こんな感じで、いい焼き色っしょ。まあ、ちょっとなんか、むちゃくついてて、なんか、餃子っぽくはないんですけど、これ、焼く前に解凍するんですよ。解凍するんですけど、まあ、半日ぐらいで解凍できるんですけど、自分それ忘れとって、2日ぐらいね、放置しとったら、もうなんか、むちゃくついちゃって、だこんな感じでちょっとブサイクになってます。本当はこんなブサイクではないんで、こんなんかよって思った方、実際はこんなんではないので、もし買うときはね、買ってみてください。こんな、もっと綺麗なんで、これは自分のミスなんでね。はい。ということで、まあ、焼いてる間にちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、電車でね、まあ、また電車の話になるんですけど、電車待ってたらなんか半袖半端の小学生いません？ずっと一年中。あれ多分私立のまあ賢そうな小学生？賢そうな小学生っていうか、私立の小学校やと思うんですけど、あれなんで冬もね、ずっと半袖半端なんかでずっと思ってるんですけど、いや、さすがに寒いやろって思って、冬場、夏場はいいですよね。冬場はさすがにもう最近、雪とかよく降るじゃないですか、都心とかでも。まあ大阪もよく雪降りますけど、寒そうやなと思って、ほんまになんかかわいそうやなと思っていて、夏場はいいけど、冬はさすがにちょっとねって思って、なあ、それ、長ズボンにしてあげたらって思うんですよね。あれ。なんか知ってる方いたら教えてください。まあ僕、私立の小学校行ったことないんで、わかんないですけど。なんですかね、あれ。ちょっとした変なルールっすよね。なんか、最近で言う、なんか2ブロック禁止的な。よくわかんないですよね、そういうの。だからそういうのはどんどんなくしていったらいいと思います。まあ僕は、そんな権利はないんで。まあ校長さん、これ見てたら、やめてあげてください。では。